江戸くん、うん、何ビギナーズラックって知ってる？あ、もちろん知ってるけど、素人が大勝ちするみたいなやつでしょ。そうそうそう、だから今回それをやりたいんだよ。でも俺らもうビギナーじゃないよね、もうだいぶやってるし。いや、だから連れてきたんだ、ニューウェーブの最終兵器、ド素人を。誰誰誰。はい、どうも、わたるでーす。声気持ち悪い。ということで、わたるくんに今日は来てもらったんですけど、彼は浦の古くからの友人で、うん、ギャンブラーではあり、パチスロなどはたしなむんですけど、ボートはズブの素人です、はい、で、ズブの素人だったんだけど、昨日ボートレースの基本的な概念の説明と、あと出走表の見方は教えましたけど、マジでかけたことないから、かけたりするのは今日初めてです。初めてです。基本的に僕らは彼の予想に全乗っかりします。僕らは予想するけど、買い目までは考えない。そう、買い目までは考えない。おすすめはするけど、最終的に買い目を作るのは渡るくんだ。そう、渡るくんだから、はい、で、その渡るくんの買い目に、僕らは全乗っかりする。全乗っかりで金額は決めるっていう感じですね、はいはい、一応勝ったら渡るくんもらえると。うん、そうだね、負けてもノーリスクという。ありがとうございます。ということで、はい、もちろん今日は戸田の SG3 日目、うん、はい、これをやっていこうと思います。もう初心者にね、いきなり SG やらせるって、まあ一番ここが楽しいから。でも目的としては、初心者のビギナーズラックにあやかりたいっていうのが一つだけど、もう一個は一人をはめたいっていう、まあね、こちらの世界に引き込むために、やっぱこの楽しいレースをやっぱやらせる。ほんとね、ちゃんと喋りなさいよあんた。ほんと、せっかくこういう機会を。もう時間がないですよ、時間が。マークシートの書き方わかんないんだから。なんですかこれ。早くそういうのいいから、早く予想するよ、はい。じゃあとりあえず僕らからまず先にプレゼンを彼にして、ああ、それを聞いた上で彼が最終的に判断するということなので。ああ、そうだね、うん、ないですよこれ。何がないんだよ。見方がわからない。わかってるだろお前。昨日教えただろ。昨日モーター勝率とか教えてじゃん。そんなわかんないよ、いきなり教えられても。モーターは無視します。モーターは無視します。 SG でモーター無視ですって。展示もわかりません。何をじゃあ見るんだよお前は。大丈夫しとく、こんなやつ出てきて。信じよう、信じようそれ。ちなみに僕の予想、1頭固定の単語紐みたいな感じの流しかなって思ってる、これは。聞いてる、渡るくん。僕らが教えてあげてるんだよ、船犬の予想を。どうだね、江戸くんも早く、なるべく早めにプレゼンしとかないと、彼の中で構築されちゃったら。とりあえず、俺は、戸田はもう基本的に荒れると。はい、で、やっぱ1は逃げ。戸田荒れる。うん。2着は1で、1着をどうしようかな、まあ、2、3、4あたり。だから俺だったら2差しの2着に1で流し、流しと聞いてるわ、タル君、僕らの。はい、人さんが、1、3、5、前、江戸さんが2、3、4、1、前。江戸君の予想あんま気にしなくていいから。おい。でも、うん、2よりやっぱ3の方が人気なのかな。中田さん、ご当地結構調子良さそうですけどね。ご当地ご当地ご当地キャラみたいな。地元な。一応理由を教えてよ、なんで今の解明したか。いや、まあ5の赤岩さん転覆してモーター変えてるって話ですけど、モーターっていうか部品ね、うん、部品、うん、まだちょっとつかめない部分あるんじゃないかな。それらしいこと言うから。俺さ、ボートレース思春期っていうか、ボートレース中二病じゃない、うん、そう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 。初心者でもなんでもないよ。間違えたやつ連れてきたんじゃない。登録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 。はい、どうですか、初めてのボートレースの、人生初めてのボートレースの1試合目だよ。そうだ、感動ですよね。 SG 戸田1レース、これ一生覚えてる。初めてのかけるのが戸田っていうね。まあ、別に戸田でいいことはいいんだけど、 SG 戸田はいいよ。 SG だったことは、うん、君幸せだよ、ね、僕らなんて玉川のよくわかんない一般戦から、ね。戸田
どうなんだろう、風でもやっぱそこそこ吹いてるよね。いや今日ねここに来るまで、あでも関係ねえか。ちなみに戸田は、うん、あのあれなんだよ、まあ簡単に言えばプール、プール、普通例えば江戸川っていうのを河川って言ってなんかまあ要は、うん、川に作ってるってことですね。川を作ってるんだけど、これも完全プールなんだよね、うん、プール、ああ、そう、まあプールっていう表現があれなんだけど、まあ厳密に言うと淡水っていうか、ね、これはなんて言うんでしたっけ、1,2,3,4 幕成スタート、幕成、そう、覚えた、幕成スタート、幕成スタート、幕成侵入だね。ちょっと緊張してきたな。3,4は俺、まあでも結構ね、一応1逃げたら3は来ないと思う。3,4はちょっと夢だったと思う。3来ねえなーっていう思ってんだよ、うん、まあ、モーターはいいと思うんですけどね、これ。モーターお前見てねえ見てねえっつったら。はい、始まったよ。はい、来るよ。ダッシュ行った。3起こし大丈夫？いやいやいや、弱い弱い弱いな、起こしが。これスタート遅れたら終わりだぞ。あ、1位5の手だよ。インニゲはしたな。1、3はあるんじゃないか、まだ。おっ、1、いやー、やっぱ2だ。2がいる。これ2、1だよ。2、1だな。ほら、言ったじゃん、俺、2、差しの1だ。いやじゃねえよ。引っ掛けてる。2だな。だから俺、言ったじゃん。いやー。入ったな。ダメ。ほらー。なんで俺の言うこと聞かないの？21,3,21倍。もう買ったよ。なんで買わせなかったの？プレゼンが足りないんじゃないの？いや、この赤ちゃんが全然聞かねえんだよ俺の言うこと。全然じゃないの。だから言ったじゃん、俺買ったよこれ。何この企画。やめたい。やっぱ中田さんや行きましたね。ほら、二刺しの一前提。あ、やっぱご当地でしたね。ご当地、ご当地ってお前。7.85。二刺しの一？本当だ、お前合ってんな。そうだろ？うん、本当だって聞いたじゃん、聞いてたの。本当だ、本当だって。楽しいんですか。いや、俺はもうそんな高くないね。高くないんですか、これ。どうだったら。いや当てるゲームでしょ、今日は。とりあえず213ってもう、いやいや、荒れたの、これ。荒れたっていうか、まあいいか、逃げれなかったっていう、うん、まあでもそもそも逃げやすいゲームじゃないからね、ここの戸田っていうところ。戸田ちょっとダメだな、インは。だから言ってんじゃねえか、うん、ずっと。さすがに中島公平だったらって思ったけど、そんなこともないな、これは。いやちょっと2000円捨てたよ、ほら。いや俺らの予想としては、聞いてるかい？はい、45345全で買いたいと思ってしてる。お、広いですね。広いですね。うざくね、これ。すごい広いですね。でもオッズ見るとやっぱみんな結構そう考えてるわ。うん、あ、確かにね、やっぱ吉川さん頭から。うん、吉川さんすごいですね。2着、あえてのインディを買いたい。わかるめっちゃわかる。いや、でも行きましょう。45、345、全いいんだよ、全然オリジナル。いや、ビギナーズラックだから。いや、でも気になってるのか、まあ、あれ、はい、ね、買ってもらう。もう自分も、僕らは他力本願なんだから。はい、45、全はなるべく僕らも自分たちの予想買いたくないんだよ。どういうことですか、それ。自分を信じてないから、僕たちは。他人任せ。でレースが始まって、ほらやっぱりね、みたいな。言っただろって言いたい。そう、マジでもいいから、自己刑事欲を満たしたい。そうそうそう。僕らね、お金で自己刑事欲を買いたいだけだから。そうそうそう。わたるくん、初勝利なるか。わたるくん、これ何回目？ 2 回目？ 2 回目か。2回目ですね。これ今日責任重大だからね。4号前ですよ。1本ぐらい当ててもらう。4号前。もしくは4、3前。もしくは5、4前か5、3前。ひどいね。ひどいですね。今更？まあでも、まあ。でも、わかんないもん、広く考えて、戸田のプールは。
てたダメなモードに入りました。お前じゃあ1、2で全部買っとけお前全レース1、2で買っとけお前。大波は無理だと思うんだよね。ほんと相当難しいからね。もういいわ、分かった。この3日間と2日間で戸田の特徴でしょ。ほんとに難しいっていう、言ったじゃん俺、わざわざ動画にしたでしょ。みんなあれ戸田の協定の特徴知りたかったら概要欄に貼っとくから、それ見て、いかに難しいかっていうのを説明したから。そんなすごくは説明してないけどあの動画があったとしても、でも言うてもあるいわみたいな感じでイン買ってたけど、うん、どうしたの渡るくん。お願い早くない、お願いする。まだ勝負じゃないよこれ。渡るくんさ、渡るくん口数少ないからね。久しぶりに出た言葉がお願いって喋ってよ。よしか行く、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 よしか行く。あ、ほら、2位先行っちゃったから、これボーン行くんじゃない、ボーン。ほら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 じゃねえよ。いや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 、あーダメだ。6-5 6-5 え、これ事故だよ。オッズはもうクソだけよ。クソだけ、こんなの。6-5 6-0-0じゃないですか。これは6-0-0、6-0-0ですじゃないですか。これは6-0-0って言うんだよ、協定では。ほら、俺変なこと言わない方がいいって、しとくわ。1549万、10万円買ってたよ君、これ6号って言ってたら6000、100円が10万円になってたかもしれないんだよ。もうこれで今日終わりだよ、本当。収録なんかしないよ、終わりだよこれ。15万円になってたんだよ、100円が。うわ、6000でしょ。6来ます、これ。来ないでしょ、すごいですね。やっぱ、しとくんこれね、言わない方がいいかも。無理だ、無理だ、もう僕ら予想やめよう。やめよう、もう何も言わない彼が考えたのに全乗っかり、全乗っかりでしょ、うん、どんなにおかしかったとしても、おかしかったとしても俺らももうイエスとしか言わない。もうこんなわかんない、わかんねえよこれ。10万集なんて出されたらさ、これ素人しか取れなかった。いやこれなんか渡るくんが年狂って6000ですねとか言わない限り無理無理だ。俺らが変なさ知識入れちゃったからだよこれ。分かった、こういうものだからボートレースっていうのは、うん、どんなに経験があっても当てられないの。いや理論的に考えれば考えるほど当たんないし、そんな紙関係ないの何も見なくていいのこんなの。、うん、ボートレース動画であれたかも理論的に喋ってるやつみんな滑稽だからな。これを理論的に当てたらすごい、うん、6-5そうマジで。あれだから次のレースはもう俺らも静かにしよう、静かにしよう、ちょっと雑談してよ。渡るくん、どういう感じ、どんな感じ、渡るくん。ボートレース、ボートレース楽しいですね。ああさっきお前が目押しミスしたから15万取り損ねたんだよ。2人を信じたのに。2人を信じて、ボートレース界で一番信じちゃいけない2人を信じて。そんなの YouTube 見てればみんな知ってるよ、そうだよ。誰も乗っかんないんだからこの7000人の登録者が。じゃあ第3レース僕を信じてください。はい、はい、勝ちに行きますよ。この大丈夫大丈夫、この赤ちゃん嫌だ。お金なくなっちゃうんじゃない。僕を信じてください。5-0ですね。何も喋るなよ。アッツは見ない。オッツもアッツは見ない。オッツも見るな。オッツも見るな。そういうゲームじゃないんだから、ね、さ。でも、5-0。5-0。5-6。ボートレースには本命と穴っていうのがあるよね。お前が一番喋ってんじゃねえかよ。そろそろインが逃げるんじゃない。
嫌いじゃない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 、ね、ちょっと保険で1全61全6どうですかね。いや我々の予想では出し得ない答えだから、ね、ノーコメントでしかないんだよね。1全6はまあまあ1全6いいよ、うん、まあ、俺はそれさえもよく分かってないけど、うん、こんな気違いな56前と106って、まあ、1前6はまあまあ嫌いじゃないけど誘導して買ったみたいな、うん、でもこうでもしないと僕ら勝てないんだって何か工夫しないと。あれブス島さんがどこまで入るブス島、えどう来る、3まで来 た, まで来た、それは聞いてないようわ最アウトじゃない、うわうわ、スミヤ誰だよ56前お、おい、お、外じゃん、叩かれるんですよ、深くなる可能性もあるな、あ、逆に全員がスローの、ほら、戸田はさ、前付けするとやっぱ全体的に印が深くなるっていうのがさ、あったじゃん、まあ有名なお話ですね。あ、一人だけダッシュする、いやそんな、こんなバカなことはしない、ブス島さん4点これ、ブス島さん、え、6頭じゃないですか、これ俺もそう思ってるよ、うん、6号だったらあったな、そんな枠なり、俺は6全然買う、枠なりでいこうよ、どうなる、いやこれ厳しいな、君の人主になってんだからね僕らは、本当人主人主馬主みたいに言うなお前、いやでも、まあ、まあ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 君が勝つことにかけてるんだよ、僕は僕らはあれだから僕らはあれだから渡るくんにかけてる、まあまあまあ確かにね、このレースにはかけてない、はい、50m 深くねえ な, ないいやスロー4艇だ、うわでも叩かれたら終わりだぞ、うわ5はもうないな、1あ1いいね、いや1いいよ、いや5は遠いよ、あ、ブス島さんがやって来ない、1全6はあるんだけど136安いんだよ確か、あうわブス島さんそんなんでもない、いやできてるわ、いやできてるわ、あ、1、俺見ようだけで、ちょっとまだ分かんない、ちょっとまだ分かんない、俺何買いましたっけ、1全6と56だからもう今もう1全6だった、全6にはなりそう、うわ6が、いや分かんない、ある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 でしょ、136え俺1全6買いましたよね、1全6、そうそう、ブス島強いから、ね、ブス島強いから2着に入っちゃう、うわ2着やってきます、2着入っちゃう、うわ16刺した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 、あーうまい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 、来た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 、とりあえずできババーババさんお願い逃げて、13倍ほらほらこんなもんよ、逃がせ逃がせ、13倍まあ鳥紙ではないか、18点だから、いけいけいけ飛んでけ、いやもうこれ以上変わらない、これ大丈夫だよ、これ大丈夫、いや分かんない、これから来るんですかブス島さん、まだ分かんない、ブス島さん、ブス島マジでこっから強いから、どっからでも抜けるから、どんな状況でも手をあっあ、うまい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 、外かわした、カメラやん、このカメラアングルやだ、ちゃんと追っかけてほしい、ここはいいんだよそこじゃねえドキドキしてきたえ行くでしょ行くでしょ、多分行く行く、これ大丈夫これ大丈夫、はい、綺麗に回った、あ、おおねえ、なんですか今の、うまいうまいうまいんじゃないの、あー、1戦6 1戦6一周初めてダンケシェーン、ダンケシェーン、ダンケシェーン、あ、そう、当たったらダンケシェーンって言う、はい、はい、せーの、ダンケシェーン、まあ言うて13倍なんですけど、まあまあまあでもとりあえず鳥がないですよね。まあまあまあ、まあ、じゃあ渡るくん初選手です。おめでとう。ありがとうございます。童貞卒業おめでとう。ありがとうございます。童貞。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。